安倍晋三首相当時に決定した日本の対韓輸出規制は成功しなかったという批判が日本のメディアから出ている。最近、朝日新聞は日本政府がロシアに対する経済制裁を続ける中一時的な敵対感情に囚われた制裁は逆効果をもたらすと指摘し、韓国に対する規制をその例に挙げた。朝日新聞は韓国の最高裁にあたる大野リーンが 日本企業にもと徴用工への損害賠償を命じた判決以降、日韓関係は悪化したとして、当時安倍政権が韓国への対抗策として半導体材料3品目の対韓輸出規制を決定した事実を取り上げた。しかし、輸出規制の結果は、日本政府の予想とは違っていた。韓国産業通商資源部の2月末の資料によると、 韓国の製造業に必ず必要な素材など100の品目の日本依存度は、2019年の30.9%から2021年には24.9%に減少した。また、日本が輸出規制を実施した3つの品目のうち復活水素の場合、輸入額が2019年の3630万ドルから2021年には1250万ドルと66%減少した。 レジストの対日依存度は半分に減少し、復活ポリイミドはゼロである。このことについて朝日新聞は韓国が政府の主導の下、安倍政権の攻撃を防ぎ脱日本に成功したと評価した。続けて第三国を経由して日本企業から多くの裏口輸入をしている都市これは、高品質かつ安価な日本の素材を求める韓国企業と韓国市場を失えば、 損害を被るることにな日本経済新聞も日本の韓国半導体素材輸出規制は失敗したという点を明確にする必要があるという内容のコラムを掲載し韓国のダメージは実際にはそれほど大きくないと指摘した。また元来。 日本には経済的手段により他国に圧力を加えるという概念はなかったと説明し何より韓国に道義的な優位性を与えたことは日本通商政策の黒歴史であり、恥ずべきだと強く批判した。